海よ俺の海よ、大きなその愛を。 C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日のニュースの見方ですけれども、ヤフーニュースでこんなものを発見いたしました。根室の5漁船、国後島に連行。日露合意の安全操業中、ロシア国境警備局の臨検を受け連行されるというニュースです。これはですね、ダホと違うので、ダホっていうのはもっとこう、経済的排他地域、経済的排他水域、要するにロシアの水域に入ってしまって、で操業してた漁船とかがこう、強制的に拿捕って、連れていかれる。で向こうでもこう逮捕されて、検問っていうんですかね、されて逮捕されて返してもらえないっていうような状況なんですけども、これはもっと軽いものですよね。連行されて、取り調べを受けてそのまま帰ってきたらしいんですよね。でしかもですね、ロシア国境警備局の臨検を受け連行されたんですけれども、その時に調べられたことは、なんかその操業日誌とかそういったものの提出を求められたと。がしかしですね、日露合意の安全操業中ってことなんですよね。だから合意の下で、漁船は操業していたということなんですけども、連行されたというニュースだったんですね。でこれはですね、紐解くと、もっと深いところに入っていくんですけども、ロシアっていうのはですね、国境警備隊非常に厳しいんで有名なんですね。じゃあね、日本ってどうなんだろうっていうことを感じませんか。北朝鮮の船とかですね、非常に日本海の経済的水域に入ってきまして、操業していて、追い返したりとかしてるっていうニュースはよく聞いたことがあるんですけども、そのニュースの中でですね、2019年10月7日、もう本当1ヶ月ちょい前ですね、水産庁の漁船取締船と北朝鮮の船舶が接触して沈没したと。北朝鮮 の船の方がですね、漁船ですよ。で60名が放り投げられたけれども、水産庁のその船がですね、救助をした。ここまでは分かりますね。救助をした近くで操業していた漁船に、北朝鮮の漁船に引き渡して、それで話が終わったということなんですよね。でその操業していた場所なんですけども、日本海の中央部に大和堆っていうですね、日本海ってすごく深いじゃないですか。日本海溝っていうのがあるぐらいですかね、すごい深いんですけども、そこでも少しこう山になっていて浅い場所があるらしいんですね。そこをね、大和堆っていうらしいんですよ。でそこは非常に素晴らしい漁場で魚がいっぱい取れると。でそこに北朝鮮の船が退去して押し寄せてきて、そこで操業しているということなんですね。じゃあそこはですね、日本の EEZ、 要するにこう経済的、水域なのかっていうとですね、実はですね、全部が日本の水域ではないんですよ。その大和堆っていうのもですね、調べると2つに分かれてて、北部と南部でこう分かれてるみたいなんですね。で北部っていうのは北朝鮮側なので、そっちで操業する分には全然違法じゃないみたいなんですよ。このニュースからこういろいろ調べていくと。だけどそのわざわざ南側の日本の方に入ってきて操業してるんですね。にもかかわらず、日本はなんか追っ払ったとか注意したとかっていうふうにで終わってるんですよ。この格差がすごいですよね。でなんか僕が聞いた話だと、北朝鮮のこう 沿岸っていうのは、その漁業権がもう北朝鮮にはなくて、中国がそこで操業していると。で自分たちはそこで操業するその漁業権がないから、わざわざこっちまで来て操業するんだけれども、それでも日本の方に入ってきているということらしいんですよ。でこれはね、日本の姿勢が甘すぎるんじゃないかなって僕はやっぱり思うんですね。もうちょっと厳しい姿勢を見せるべきだと思うんですよ。やっぱ人道的なその問題もあり、例えばこうね、来たらすぐ捕まえてしまって、なんていうんですかね、
逮捕して返さないっていうね、そこまでやるのかどうのかっていうのも含めてね、人道的なところもあるんで、いろいろ考えてですね、もっと厳しい対応しなきゃいけないんですけど、これね、その水産庁の漁船取締船って書いてあるんですよ。北朝鮮の船を取り締まる漁船取締船って書いてあるんですね。これって水産庁じゃないですか。水産庁がやるべきものなんですかね。もうちょっとこう自衛隊とかそういったものがやってくると、ちょっと対処の仕方が変わってくるんではないかなと思うんですよね。で、なんか日本に捕まっても大したことねえだろっていうふうに思って向こうはやってるんだと思うんですよ。やっぱりこう舐められてるっていうところがすごく大きいと思うんですね。やっぱりね、例えば1年後を目安に、そこを警備しているものが自衛隊に変わるので今までの対応と違いますと、今度そういうことをやった場合にはこうなります。例えば、拿捕して日本国内に入ってきます。で、その状態で、船舶は没収させていただきます。こっちで処分させていただきます。船員の方はそちらへ強制送還しますとか、そういうふうに何かしらこう次やったらこうだよっていうところをですね、明確にして日本も厳しくしないと、どん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 舐められて厳しい、日本が厳しい状況になるかなっていうふうに思うんですね。なんか日本ってお人よしすぎませんかね。ちょっと前のCOP25 の話でも言ったんですけど、すごいいいことしてんのにね、火力発電てめえら使ってて何やってんだよみたいなこと言われるわけじゃないですか。いや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 、原子力使えないその状況に政治的になってるからそうなんでしょうって。だけど火力発電すごい今性能いいから、ちょっと待ってくれよって、なんで言えないのかねっていうところなんですよね。なんかいい人すぎませんか。もうちょっとしっかりした対応をしていかないと、いい人だけだとやっぱり日本はやっていけないと思うんですね。これは会社経営でもそうなんですけど、いいことばっかやっててもですね、もちろんいいことしなきゃダメなんだけど、やはりね、厳しいところは厳しい、これはダメだダメだ、これはダメなんだっていうところをですね、やっぱちゃんと決めとかないといけない部分もすごく多いですよね。本当ね、もうちょっと日本ちょっとピシッとしてほしいなって思ったニュースということで皆様に紹介させていただきました。今日も素晴らしい朝でございます。一日素晴らしい一日が過ごせますようお祈り申し上げます。それでは今日のニュースの見方終わりたいと思います。さようなり。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。